わかんない、わかんない、どうしよう。ちょっと待って。あれ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 、落ち着け落ち着け落ち着け。よいしょ。いや、情報が多くて難しいね。これは真ん中がいいね、最初は。初手ボタン強いんか。早い。はい、ありがとうございます。ナイス。さっきの時間何も喋れんかったね。ちょっと切れだったからね。新幹線は白いの。え？オラくん喋りたいのスキップでいいの？いや、いやもう特に思ったけど喋ることなかったんで。確かに。なんか喋ってよ。僕がですか？うん。だって押したんだから、押したし喋りたいってことだから。いやー、やばいっすね、これ。何喋る？やばいっすね。今日なんか怪しかった人とか。怪しかった人はいなかったんで、今日夕飯何食べました？それオラフ君から言わないと。そこ、ああ、うん、今日は僕は餃子食べました。あ、同じ。あ、同じだ。嘘つくな。え、マジで夏目餃子の王将行ってね、食べてきたの。嘘つかんだろ。面白いね、これ。嘘つきこだ。餃子ライン、餃子ローラ、餃子ローラ。見ろして見ろ。評価集行ってるね。餃子ローラ。スキップしちゃった。オラフ君騙されないね。餃子ローラ。オラフ君白いよ。これは白いです。センターさんは何食べたんですか？僕はカツ丼食べました。カツ丼？なんでそんな別にいいじゃん。じゃあ別に。なんで疑問系。カツ丼嫌なんですか。なんでそんな。前もなんか唐揚げ食べたったら、センターさんって唐揚げ食べるんですねって。なんだと思われてる。それがビーガンと思われてる。ビーガンと。アルマさんは何食べました。僕は内緒です。内緒。内緒か。銀さんは鍋でしょ。お、すごい当たりです。久々に鍋出してキムチ鍋。何だ、キムチ。ああ、だだだだ。鍋食ったんだ。普通に当たってびっくりした。すごい。この野菜家に監視カメラついてますよ。うわ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 。見られてますね。鍋食ったんだ。マシャカリさんは何ですか。僕はラーメンです。ちゃんとちゃんとイメージ通りの食べ物。待てこれ。夏目先生ですかね、この。僕が入れました。活動さんが入れました。はい、次行きましょう。ああ違う、メインホールだったな。いやこれ覚えとかないとな、毎回忘れるな。マシャカリさん、青。これ定例直し行った方がいいのかよくないのかちょっと諸説あるね。青オレンジ、まあ、寄った方がいいとは思いますけど、ゼロ、ああ難しい。あ、いやいや。ラーメンが好きな。マシャさん、メイン脇です。メインか。すいません。で、マズボンさんとマシャさん置いてってるんですけど、見てないですか？あ、いや、僕が先に出ましたよ。どっちに出ました？メインホールから。あ、ボンさんどっちに出ました？はい。僕はメインホールの、一番右側の、やつ助け合って、僕が先に、アルマさんと一緒にやってて、僕が終わって先に出て、次、左側のメインホールの左側の、あ、いや、ね、一応いましたわ。ごめんなさい、言い方が悪かったです。メインホールから出たのが、僕が、そうですね、さっきでエレクトリカルに行っていて、でマシャさんと、ワズボンさんを、メインホールに行ってるんですけど、僕でも見てないです、マシャカリさん。っていうことは、
左か右かどっちか。最後僕シャワー室なんですけど、オラックのシャワー室なんですけど、はいはい、シャワー室にはエマシャカリさんの死体とか姿はなかった。シャワー室はどの辺にいました？シャワーのところ。シャワー室もぐるーって奥まで行きました。あのアーカイブからシャワー室の中ぐらいまで行きました。いや、その手前にオラフさんとほぼ同じルート行ってます。アーカイブ生まれて、アーカイブのタスク終わった後にタオルを拾うタスクをしてぐるーっと回って、でタオルに何か物入れようかなぐらいのタイミングでオラフさんが入ってきたら私と同じルート行かれたんですよね。それでかいですね。じゃあ左方向、あのごめんなさい、マシャカリさんは、エミンホールからエンジンに行くときにすれ違いました。僕エンジンからメイン行きました。じゃあ先に夏目の白も取れると思います。オラフ視点で夏目はカモ、オラくんと一緒にカモクツーシスワイテラウンジでオラくんが先行したって形なんで、右の人間は全員白でいいと思います。はい、L 字と左側だからいいと、L 字金庫室で金庫室には来てなかったです。金庫室見てて、そこから多分 L 字さん下の方に抜けましたか？あ、そう抜けたけど、エンジンルームのタスクやって、その後もう一回金庫室戻ってきて、で、あの宿舎前通路分けで金庫室見てすぐ帰ってきたっていう話ですね。俺多分タスクしないですぐ出てったと思うんですけど。そうですね。いなかったです、タスク終わった後には。はい。じゃあ、サクヤさんも白ですね。サクヤさんも無理。いや、でもその後わかんないんで、金庫室。ミーティング。ああ、そうそう、ボタンかボタンか。そうだね。上で死んでないかゲーム理。マシャカリさんが2枚して上行ってない限り無理。死んでない限りっていうか、それは LG さんが証明できるので、最初は金庫室なので、金庫室にいるときに、その昇降機やミーティングルームで殺されてなければ無理って話です。だから、まあ、ミスしてなければって思いますけど、ね、それを多分 LG さんがいけないことを証明できるんじゃないかなと思うんですけど、金庫室喋ってない方お願いします。これ死体場所がわからんとむずいね。どっきち。ちゅうか。停電って意味あんのか、このマップ。タスクチン。なんかもう放置でもいいんじゃないか。ドア閉めの方がきつくないですかね。あんま。意味ない気がする。あの通路出し大体。水色。死ぬかな。コミュの後とかにやった方がいいのか。いやー、ちょっと難しいね、立ち回りが。クルーメイトの。ガンガンでもタスクやった方がいい気もするんだよな。次、キッチンに脇があった時に行くか。わざわざ行っちゃうと死んじゃう可能性があるから、中央やった方がいい。中。レンジ黒サクヤさんが死んでました。場所はシャワー室です。シャワー室、はい。ちょっと話を聞きたいのが、アーカイブにいた2人って誰でしたっけ？今の名乗り出ない。はい、今あ僕多分すれ違いました、夏目さんと。あともう一人いますよね。アーカイブ脇はゲンです。いや、じゃあ最終位置がアーカイブの。最終位置は違います。誰ですか？あれ、LG さんじゃないですか？あ、ごめんなさい、ミトシタ、申し訳ない、ミトシタ。LG とワズボンです。その前の動きの話すると、はい、昇降機で、ボーンさんと会って、で、はい、停電直したのは LG です。そこから一緒に行動したんで、ワズボーンさんがその直前でやって上に戻ってきたとかは絶対ないです。で、右は。逆はワズボーンさんして LG さんは。まあ、多分ないとはいないんじゃないかな。僕が後から証拠を来たんで。で、オラくんも死んでるのもバイタルで確認してて、ゲンさんと夏目がバイタル、ゲンさんがバイタルに来たタイミングでどんくらい前でしたっけ？どんくらいっていう表現が難しいんですけど。何秒前っていうのを覚えてます。地裁発見のところから多分20秒くらいですか？はい。じゃあ、そんぐらいのところにどっかで死んでます。お互いに無理って言いますか、夏目先生とゲンさんは。源さんは絶対殺害には関与できないです。夏目さんが見出した時にもう死んでました。2死体とも。オラフ君はちなみにキッチン武器庫あたりです、はい、あの見ました。僕も見てます。アルマも見てます。うん、あんま見てんのか。だ
そうですね。犬を2匹見たんで、どっちかの犬しか見えなかったですね。だから犬は2匹見たんで。どんぐらいの時間ですか、それ。あ、でも最速です。ああ、初動の。はい。殺された順番は、オラハ君、昨夜さんの順番です。バイタル確認。私見始めた時はもう2死体でした。あ、じゃあもうほぼほぼどう。見始めた時に、でもすれ違いましたよ。ゲンさんとトゥーンさんとメインホールで15秒前ぐらいに。一番最後っすよね。この二郎なんじゃないの？え、それもうあれ終わった、もう見た後ですよ、新年度。見た後どうやって来たんですか？ゲンさんエレクトリカル通ってます。僕見てます。あ、エレクトリカルから来てるのか。はい、あ、そっか、そっちから行けるのか。むず。わかんない、わかんない、どうしよう。ちょっと待って、あれ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 、落ち着け落ち着け落ち着け。すいません、一個言い訳させてください。はい、直そうと思ったら、はしごしちゃいました。すいません。そもそも、初手キルの容疑者の皆さんがボタンを押す気がないのが私としてはすごく気がかりです。あ、まあ、まあ、それは、ちょっと、置いといて。初手キルできるの誰でしたっけ？初手キル一応、僕は LG さんだと思います。はい、僕が押せなかったのは、いいとこの脇がなくて、で右、今、アーカイブ脇して、直して左に行こうかなってところでボタンでした。さあ、エレジーさんとワズボーンさんさ、お互い白署名できますか？じゃあ俺のあれ言った方がいいですよ。多分俺アーカイブかなに最初はいて、でそっから俺ミーティングルームのあの押すやつ押し行こうと思ったんですけど、昇降機のやつこっち側に来ないんですか？あれ来るの待っててずっと来なくて、で、あ、ダウンロードやって来るの待ってたらエレジーさんが来て、で、エレジーさんが停電直して、うんって感じです。はい、先に喋らせてください。僕喋らせてください。いや、待って待って、先説明させて。昇降機は、人が使ったら動きます。使わないとユーズで動くって感じです。だから誰かが動かない限り遠回りするしかないです。行きたかったら。はい。先端さんって初手武器庫からどこに行きました？武器庫、武器庫エンジンルームメインホールで、メインホールの時にすれ違った。あ、違うわ。展望で、タスクやって、停電直したの僕で、キッチン武器庫通信室前、エンジンルームでメインホールでトゥーンさんとゲンさんとすれ違って、メインホールのタスク2個目の時にレポートだったから、第一印象はトゥーンさんゲンさんどっちかかなと思います。それってトゥーンさんって右方向から走ってきました。はい。僕それめちゃめちゃ気になってて、僕あ、ちょっと先に喋らせてください、ごめんなさい。キッチンから湧いて右に走っていくときに、オラフさんとセンダーさん置いていって、トゥーンさんってエレクトリカルから左に走ってきてるんですよ。そうですね。あの廊下みたいなところでアルマさんとすれ違って、僕すぐ戻って、その後電気室の上はしご通って、最後センダーさんとゲンさんと合流って感じです。いや、すぐ戻ってだと時系列が合わないです。僕エレクトリカルでずっとうろうろしていて、最終ゲンさんが通ってたくらいだったんで、ゲンさんと合流だと時系列が合わないです、ね。合流って最後すれ違っただけです。合流って言い方すみません。僕は先端さんよりトゥンさんの方が怪しく見てます。ゲンはお二人とも同一ぐらいで怪しくなってます今。夏目はエレジーさんがほぼほぼやってると思います。じゃあ、ご労しません。てか、喋らせてください。じゃあ、そう、タスクちょっとこれだけ。ありがとうございます。バイタルの情報と組み合わせたら、アルマさんがトゥンさんを疑うのってなんかおかしいなと思っちゃうんですけど。いや、別におかしくないと思いますけど、だって、ゲンさんが見たタイミングで、両方とも死んでたわけですよね。いや、じゃあ、で、その前に夏目先生が見ていて、オラフさんから死んでいた場合って、先端さん
なんていうかな、トゥンさんが、僕の予想ですけど、トゥンさんがオラフ君を切って、その後、ベントかなんかで飛んでメインホールら辺でゲンさんとすれ違って、センターさんとすれ違って。いや、違う、それは違う。もっと、多分ゲンさんから話してもらった方がいいかな。トゥン、はい、何をですか？トゥンさんが、そのベントの方から来たかっていう話を。正直記憶にないです。じゃあ、僕が話します。ベントのもっと右側で、トゥンさん、ゲンさんの順ですれ違ってる印象です。そうです、そうです、そうです。ただ、多分センターさんが私とトゥンさんを見かけしたときって、もう2体上がった後なんですよね。私だって、シャワー室方面からエンジンルームの方にバーって多分走っていくと思うんですけど、あ、違う、診察室か、診察室だからエレクトリカルか、エレクトリカルからセキュリティルームか、メインホールかっていう順番だと思うんですけど、もう私が診察室方面から左に行くときっていうのは、もう心電図情報を見た後なんです。だから、もうその時点でお肉転がってることになるので、そこの時期ですそんな重要って思いましたけど。うん、僕もそう。エレクトリカルでうろ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 してるときに、トゥンさんがエレクトリカル通ってるの見てないんで、本当にエレクトリカル上がってきたのかなっていう疑問はそもそもあります。だから弁当疑ってるんですよ。先端地点で今よりはエレジーさんの方かな、先にするなら。先端地点でトゥンさんよりアルマの方がインポスターっぽいってこと。喋らせてほしいんですけど、エレジー目線、ワズボンさんが無理っていうのは、その直前のキルが無理っていう話で、その前のキルは全然無理とは言えなくて、貨物室脇でしたよね、確か夏目先生、ゲンさん、エレジーで確か貨物室脇でしたよね、じゃなかったっけ、その日って。で僕はそこから貨物室のタスクでラウンジアーカイブ昇降機って言ってるんで、確かにシャワー室寄ってけばキルできない場所ではないんですけど、寄ってないからわからないだけで、なんとも言えないかなって感じですね。まあ、キルならワズボンさんとローラーまでしてほしいかなって話です。もうちょい話して。ワズボンさんは無理って言い切りましたよね。直前無理って話だけです、僕は。確かに言ったはずです、それ。ああ、そう。ボタンを押してください。押します、押します。俺押すので。はい。いや、でも待ってよ、その、話で言うと、セキュリティとかでやってたらあるのか。いや、ちょっとごちゃごちゃなってきたな。むずいな。弁当疑うのがすごい不自然だと思っちゃったんだよな。お疲れ様です。あ、すいません。いいですか、ワズボンさんローラーまでローラーしてほしいって言ったんですけど、ごめんなさい、1個追加させてください。夏目先生って今回絶対無理って言えるんでしたっけ？セルフがあるですね。あ、そうした場合、ゲンさんがもう2死体見てるって、バイタルの情報すらもそうになるので、セルフはないです。その、はい、セルフじゃなくて、その前に殺してるはない。時間差セルフを考えるならワンチャンありますけど、それがない、絶対ないのであれば、LG 目線、LG とワズボンさんローラーで一路釣れるって認識なんですけど、時間差セルフだった場合、シャワー室に死体があるのは、まあ確かだと思うんですよね。直前に見たら、シャワー室に。そう、間違いない。はい、だった場合、夏目は貨物室から速攻弁当で飛び、弁当でオラフ君を殺して、また弁当で貨物室戻り、バイタルで、戻って、ゲンさんが、その夏目が見た直前でゲンさんと合流しているので、まあ、ゲンさんあたりが夏目の弁当を見ているんじゃないかなと思います。違くて、要はそのバイタル見て2死体上がってましたのタイミングよりも前に殺すってことはできなかったかって話で、そのキルクール開けてたかっていうのを僕分からないので、そのタイミング、ゲンさんと夏目先生が見たタイミング。誰に入れてますか、これ。私はエレジさんに入れています。はい、それさえなければ僕はロラで構わないので、まあ、僕ボタンを押したから僕は結局誰とロラしてほしいんですか、ワズボンさん。いや、ワズボンさんじゃないですか、じゃないですか、僕目線だと。あれ、俺が殺したっていうのはシャワー室で殺したかもしれないってことで、シャワー室で殺して昇降機の前でもういて、僕はシャワー室寄らなかったので、あの気づかなかったっていうのしか、僕はもうこれだと、夏目先生が絶対無理気なら残らないので。あれ、エレジーさんってどっから来たんですか、昇降機。僕はだから貨物室ラウンジアーカイブ昇降機です。貨物室脇なのは夏目先生とゲンさんが見てくれてるので、うん、そのまますぐ来ましたとだけです。あ、そうなんです。もうこれはさよならエレジーですよ。いや、それはちょっとやめ、その曲これ詳しくないんですよ、ちょっとやめてください。アルバさんに向けて言うんですけど、トゥンさんは多分弁当使ってないと思います。犯人にしても、犯人じゃなかったとしても。だったらどうやって言ってると思う。多分セキュリティとかで切りして、だからそのゲンさんがバイタルを見て、トゥンさんがそのエレクトリカルからその時間が経ってるから、その左側行ってゲンさんと合流っていう時系列だから、多分、
全然使ってないと思ってます。僕はまあ、つらいと思そこだけで疑うのはやめてほしいと思ってるけど、なんか、トゥンさんは単体で怪しいなとも思ってます。あ、ローラまで絶対貫通してください、うん、お願いします。レジさん、トゥンさんの二郎かなと思ってます。ダブルキルまで経過お願いします、一応。レジさんとトゥンさん。僕もそこは一緒ですね。僕もエレジさんとトゥンさんで思ってます。おかしいね、そっか。僕が怪しいのか。目線結構スッキリしてきたかな。直したから。エレジさんは最初のキル考えるキルだから、うん、な気がするかな。足りない気がする。他も死んでもいいからマスクやった方がいいな。来た。おら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 。裏技もう行くか。ボンさん無理って言ってたからね。エレジさんロラはしなくても良さそうな気ですけど。さんはなんかちょっと間違えてる人間っぽい気がする。ん、夏目先生は死んでますね。あ、ごめんなさい、ローラーすると思って押しちゃいました。いや、押すのはいいんですけど。うんうん。いや、これめちゃめちゃでかくて、ごめんなさい、アルマ先端が疑ってる場所が一緒なので、ちょっと、まあ、足してんで、ちょっとどう思うか分かんないですけど、アルマ先端は無理です、今回の。先端さん視点、僕があるかもしれないですけど、僕視点で先端さんに白出せるので、うん、まあ、もう僕はトゥンさんだと思います。今のキルとかできなくないですか？僕、アーカイブ化で先端さんとずっといて、最後の最後か、10秒前ぐらいにアルマさんとシャワー室ぐらいですれ違ってます。いました。トゥンさんとは会いました。会って、アーカイブで。そのまま降りて行こうと思ったアルマさん見えました。ちなみに、ボンさんは今回は否定されてます。はい、ボンさんは白。あ、大丈夫ですか。なぜなら、ボンさんが狼であるならば、あの、エレジーさんが白ということですよね。なので、二郎残っている状態なので、ボンさんはボタンを押さずにもう一人殺すのが勝ちなはずです。そうです、ね。それをやっていないので、ボンさんは白だと思っています。です。で、エレジーさんが黒だとも思っています、同時に。てか、エレジーさん、ボンさん無理って言ってましたしね、最初。え、ごめんなさい、トゥンさんって、はい、どこにいる僕を見ました？シャワー室ですかね。シャワー室、じゃあ、もうほぼほぼトゥンさんでいいと思う。え、ちょっと待ってください。ごめんなさい、シャワー室にいる間、停電中だったんで、僕はシャワー室にいる間って。あ、いやいや、もう見えてないです。超右に見えたぐらいです、本当に。ギリギリぐらい。おかしてわかんないよな、これ。いや、本当そう、本当そう、本当そう。でも、アルマさんとセンターさんの二郎は否定されてるので。まあ、超右ってやっぱ停電中なのに右に見えてるのが、うん、いやこれ本当です本当いやいやいや待ってください待ってください一緒に今のえ今のキルっすよね直近のこれっすよ、はい、夏目先生のえ僕アーカイブに巻いてほぼ前半先端さんといて後半の10秒前ぐらいにアルマさんとすれ違ってますよ。これガチですってガチガチガチっすって本当です。これはスキップですか？いや、トゥンさんに入れました。はい。うわ、ない。え、これやばいっす。いや、ごめんなさい。どっちにしろ先端さんが最前線を走ってて、僕が間にいるんで、トゥンさんと。あ、大丈夫か。キルできる。多分、LT さんですね。うん。来たと思います。あー、しゅしゅしゅ。あー。ナイス。なんか疲れる試合多いな。ナイス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 ごめんなさい、これめちゃめちゃバランスいいかもしれないです。バランスいい。ごめんなさい、いい試合ばっかりあるから。うん、あー、助かる。なんだろう、俺確かにワズボンさん直前キルは無理ですとしか言ってなかったんだけど、あれ言わない方が良かったですね。なんか違う風に取れちゃった。失敗した普通に。いや絶対無理ですって言うつもりはなかったから。もうアルマさん目線僕怪しすぎますよね。2日めちゃめちゃ怪しかったんですよ。もうだってエレクトリカルも通ってないし、なのに左に走ってたり右から来てるってセンターさん証言してるし。弁当使いました？あ、弁当キッチンからメイン行ってますね。あ、怪しかったのか。なるほどね。あ、失礼、ちょっと記憶違いか。じゃあはい、てか僕らが会ったのって最初手なんで多分ずれててもしょうがないっていうか。いや
いやー悔しいな。申し訳ない。いやあのね、俺がロラまで持っていけなかったのがよかった。ロラまで持っていけば9大臣だったんだけどな。申し訳ない。いい、全然。楽しかったか。絶対無理。確かに最後のも視野広いってことですもんね。そう、もう僕見えてなかったね、本当に。多分。それで情報量が多すぎて。何キッチンまで行ってたんですか、あの、テンさんは。そうです、セキュリティが。アレマさん目線も。キッチンと、セキュリティの間くらいですれ違ってて、左に行ってるのを見てる。電気室で会ってんのかと思ってた。あ、いや。あ、そこまで行ってんですね。ごめんなさい、情報漏れてたんだ。なるほど、なるほど。で、そこでキッチンで、ラフさんやって、そのまま弁当で、メイン行って、合流って感じです。だから、そう。どういうことってな、左に走ってたのに、そう、その後右から来たって言ってるから。そうなんですよ。めっちゃロックしちゃったもん。ったな。いや、楽しい。ちょっとすげえ疲れた、なんかにして。情報量多い。最後まで両方と生き残ってた。センターさん、毎回最後までいる。最後に生き残って死なないように立ち回ってた。もう、早く死んだ方がいいかもしれん、これ。死なないように立ち回ってた、これ。パンクするわ、これ。辛労が。なんか足早いから移動量も多いです。そう。